はい、どうも、レキです。本日はですね、ドッキリを仕掛けていきたいと思うんですけども、今回のそのターゲットですね。ターゲット後の暗殺者みたいな格好をしてる、ファイヤーさんにドッキリ仕掛けていきたいと思います。でも、この子はもうどのドッキリするのか今わかりません。今、ガチアサリをルールで選んでるんですけど、まあ、ガチアサリあると思ってます。はい。で、今回我々は、とりあえずまずは、一戦、バレないように、ガチアサリをやりましょう。はい。まずはガチアサリを普通にやります。で、これが普通のバトル、これが普通のプラベということを、まずこのパイヤーに、伝えるために、普通にやっていきたいと思います。はい、間違えしました。ヤガライチャバガチアサリ。まあ、今回ドッキリなんですけど、まずはこちらをご覧ください。ターゲットは、シャープマーカーを持ってる、現在出張中らしいですね。出張らしい大人のお兄さん、大人のお兄さんに、ドッキリを仕掛けていきたいと思います。で、まあ、最初はね、カモフレージュするためにバトルをするので楽しみましょう。行くぞ、みんな。まずはもうアサリを楽しむ。当たれ！俺の攻撃当たれ！当たんない！ナイスバリアだね。ナイスバリア。これはちょっと、アサリ持っていくか。そしてミサイルを打ち込んでいく。左から来てるか？いや、なんかソナーがいい感じに、俺のミサイルいい感じに入ってるよ。いけいけいけ。こんにちは、どうも。どうも。あ、やばいやばいやばい、バレたバレたバレた。ちょっと帰りましょうか。ちょっとバレちゃったバレちゃった。やばい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 、バレちゃったバレちゃった。頑張れ、出張中のファイヤー。出張って何しに行ってんだろうな。出張って。いいな、出張。俺してみたかった、出張。出張何してんだろうね、あと聞きたいですけど。あ、なんか、俺、倒したよ。なんかで倒した。攻撃一人倒した。あ、ここにある。あ、消えちゃった、目の前で。残念だ。味方持ってきてくれてるから、俺は、スペシャルで、オーケー、スペシャルで相手を引かしてる。ナイスナイスナイス。今、チャンス。今、チャンスだよ。今、チャンス。いけ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 。ナイス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 バリアナイスバリアナイスバリアめっちゃ強いバリアめっちゃ強いこのバリアめちゃくちゃ強いですね。うわ、びっくりした。ちょっと2個入れときました。オッケーオッケーオッケー。そしてさらに2個上から投入。間に合うかな、この3個も。いけるかな。あ、仲間が繋いでくれてる。ナイス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 。はい、逆側からちょっと狙っていきましょう。あー、やられちゃったけど入れられたよ。よしよしよし、幸先幸先。仲間が入れてくれました。よし、俺も出張しに行こう。このラプトで、ラプトで出張してくるわ。うわー、出張先に誰かいる。やばい、危ない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 。出張先に誰かいるぞ。いっぱいいる。出張先にいっぱいいる。帰ります、ボス。帰ります、ボス。はい、ミサイル撃った。相手の出張の邪魔をする。ファイヤーは出張中。倒したけどボムが危ない。こっちにもいるな、敵が。どうしよう、守りが硬いから動きづらいよ。これミサイルからじゃないときつそう。ボムが多いですね、ボム。ナイス、スペシャルを絡めてくれるのは嬉しいけども、相手もカニタンクだ。相手もカニタンク。ミサイル貯めよう。ミサイル俺が貯めて、ミサイルを俺が撃った時に味方にはゴーだ。ゴー、ここでゴー。いけ、何今やりきれてないだと。ナイス、このミサイル後のゴーがちょうどいい。ナイスナイスナイス。ああ、やられちゃった、惜しい。取れ、倒したけど、こっちにいっぱいいますよ。オッケー、倒した倒した倒した。やめて、ナイス。ミサイル打ち込む、やったー。オッケー、とりあえずこれで、ファイヤーさんはきっとこれがただ普通にやるプライベートマッチだと思ったでしょう。まずは種まきだね、これ。餌をまいといて餌まいといて、これは普通のバトルってことをね、印象付けられました。で、今からドッキリを仕掛けていきたいと思います。
はい、それでは彼にドッキリを仕掛けていきたいと思います。はい、本人は気づいてないと思うので、どんな反応するかみんなで見ていきましょう。はい、よろしくお願いします。ヤガラ市場ガチャサリ、今回は本番ドッキリを仕掛けていきたいと思うんですけども、まあみんなが1分間だったら全員止まってしまったら、止まってない人はどんな反応をするのかってドッキリなんですけども、最初にこうやってナイスをしてね、さっき勝ったからナイスをしてチームを鼓舞する感じにしてあげよう。はい、ナイスしよう。もう一回ナイスして戦ってる感出すぞ、みんな戦ってる感、戦ってる感出すぞ。アサリは邪魔だから捨てとこう、俺アサリ捨てとこう。この場所、これ今みたいなのバレたらね大変になってた。多分バレてた、アサリこいつ捨ててる変なやつがいるって思われなくてよかった。よし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 、最初の30秒いい感じだね。攻めてる感じを出そう、攻めてる感じを。スペシャルもう一回打っちゃって、オッケーオッケー。ファイヤーどこだ、痛い。いるねいるねいるね、真剣にやってますね。ナイス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 、いいよ、いい感じ。あの、お、来るぞ。俺ちょっと真ん中の方行っとこうかな、ここで見たいな、真ん中にいよう、ここにいよう。よし、はい、終了、止まり。止まり。あって、味方全員止まってる。俺ら近くで、あれファイヤーも止まってる、なんかファイヤーも止まってる。あ、なんでなんでなんで止まってんだ、相手も止まってるぞ。これすごい、何にも伝えてないのになんか止まってる。どうしたんだろうってなってんのかな。全然動かない。アサリ割れた、全然動かない、なんだこれ。もうむせちゃった、意味が分かんなすぎてむせちゃった。何これ、空気読んでくれたのかな、何。空気読んでるのかな、なんか真上向いてる。真上向いてるぞ。これさ、真上向いてるってことはさ、放置した。あ、いやいやいや、なんか動いたぞ、顔が。顔が動いたよ、今。顔チラチラ横見てさ、周り見てる、これ何みたいな。せっかくなんで、みんなに頭を上下に振ってもらいます。上下に。こうやって。よし、これでどんな？横の子がもうめちゃくちゃ頭振ってくれてる。横の子が。ええみたいな顔してる。ええー、みたいな。いいよ。すごい。なんか、兄弟みたいだね、この二人。全員、せっかくなので、ファイヤー動かないので呼びました。待って、ファイヤーも来た。で、みんな来たらファイヤーも来た。ついてきた。なんかついてきたぞ。ついてきてくれた。一緒にスプラトゥーンやってるから、なんかみんな空気読んで。空気読んでる。はい、ともるぎです。本日は、普通に、スプラトゥーンをしようと思ったんですけども、相手チームにファイヤーさんがいて、ちょっと意地悪な気持ちがちょっと出てしまったので、ドッキリを仕掛けていきたいと思います。でちょこちょこ、いろんなドッキリを仕掛けているんですけども、今回は、ファイヤーの味方が一人ずついなくなってしまったら、どんな反応、そして、試合は、成立するのかっていう、すごい、ホラー映画みたいなドッキリを仕掛けていきたいと思います。はい。時間ごとに、30分ごとに、一人ずつ、回線を押していくので、皆さん、ファイヤーさんの、青ざめたカーブを見ましょう。はい、よろしくお願いします。ガチアサリではなく、まあ、ちょっとしたドッキリをね、仕掛けていきたいと思います。今回は、中人っぽい見た目した、いかついお兄さんが、いかついお兄さんがターゲットです。今回は、ってか、今回はもうだね。ちょっとアサリをね、一応やってる風で、4分だったら相手一人解散落ちるんですよ。それまでは、ちょっと普通にスプラトーンやってる感じを出して、オッケーオッケー。できるだけ、相手は倒さないでこう。まあ、倒しちゃったらドンマイだな。さあ、一人落ちる、どうなるんだろう。
ちた落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 ちた相手チーム一人落ちましたね。じゃこの状態でも一応続けてますね。以上。まあ、一人だったらね、まだ結構あることなので、ありがちありがちじゃないですか。じゃもう一回、もう一回入れに行こう。もう、やばいやばいやばい。もう一回俺はアサリを入れに行く。危ない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 、ああ落ちるんじゃないですか ?3 分30秒で30秒ごとにね。落ちた落ちた落ちた。2個目のアサリを一応押さえてはいるけど。はい。味方にアサリ与えよう。行ってこい行ってこい、入れに行くんだ行くんだけど、相手2人だぞ。あ、すごい !2 人でも止めてる。何さあ、残り3分。もう1人落ちるぞ、これ。さあ、もう1人落ちるぞ。どうなる来るか。あ、ありがとう。あれなんか、どうなってんだ、これ。落ちずになんか止まってる。あ、止まった。消えた、消えた、相手チームで消えた。よし。一人で入れに行こう。戦うのか、これ飛べるのか、アサリを飛べるのか、相手は。もうでも諦めてない、ちょっと。諦めてない。ちょっとなんか諦めてるぞ。見て、あそこでずっと待ってる。見て。もう動こうとしないんだけど。もうドッキリのターゲット動こうとしない、僕ずっと防衛しようとしてる。なんか止まっちゃった、仲間いなくなって。止まっちゃった。あ、いつものポジション立ってる。ほら、いつものポジション立って守ろうとしてる。もう困って止まっちゃってるよ。ほら、諦めた、試合を。はい、お疲れ様です。ちょっとドッキリのあの報告を、本人にしていきたいと思います。おかしなとこがないか、今ちょっと聞いてもらったんですけど、おかしなとこありましたと。何がおかしかったか聞いてみて。みんな消えていきました。みんな消えていきました。また。また消えた。ドロンって消える。ドロンって。ドロンって消えて、また一人ぼっちにされちゃった。はい、マッチングしました。タラポートショッピングパーク。今回ですね、全員が、ラクトを使って、戦っていきたいと思い、ません！ません！よろしくお願いします。本日、ドッキリを企画しまして、今ちょっと仲間にはいないんですけど、パンヤーという、大人の方に、全員が、今とりあえずラクトを使って戦いましょうって伝えてるんですけど、今回はマルチミサイルを彼にめちゃくちゃ撃つ企画をやっていきたいと思います。で、最初はまあ普通の縄張りバトル、これはカムフナージュでやっております。これはカムフナージュでやってて、普通に戦ってるふりをしている。これ戦ってるふりをしているだけでミサイル撃っていきましょう。ちょっと当たってる。やった、倒した。丸見せかな。あ、これボムが俺に当たっちゃったか。あー、ごめん、なんか来てた。いけ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 、ナイスナイスナイス、見せる。かわいそうだな。ういうい、あー、落ちる俺。あー、落ちた。落ちた。勝った。はい、勝った。よし、これがまず最初のカムフラージュ縄張りバトル。はい、ということで、カムフラージュ成功したんじゃないですか。普通の縄張りバトルかと思ったんじゃないですか、彼は。はい。なので、今からマルチミサイルをめちゃくちゃ撃ちます。はい、よろしくお願いします。エリアに移動しまして、いつも縄張りエリアギャグラと順番にやってるので、多分、違和感はないんじゃないかなと思います。はい。で、さっきさ、今はさ、普通のラクトだけど、さっき、サメのラクト使ってたよね。ファイヤー。ちょっと、間違えて使ってたっぽいんですけど、それともみんなマルチミサイル撃ってくるから、ちょっと僕も撃ちたいな、みたいな感じ？あ、4人にまずは撃ち込んでいく。試合が終わんないよ、これ。いっぱい塗って。ナイスミサイル、ナイスミサイル。そしてナイス確保だ。ちょっと塗る場所がね、今回狭いと思うんで。OK。
敵陣地にこう入って、相手チームね、これ今回協力してくれます。やべやべやべ、ファイヤーいる、ファイヤーいる、危ない危ない、やべ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 、危ない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 、塗りに行こうとしたらいた。ちょっとこれ、ちょっとこれやばいか、塗る場所が少ない、塗る場所が少ない可能性がある。いた一人だけ、一人だけに撃つ、このいいねいいね、一人だけに撃っていこう。敵陣地これちょっと塗って塗って俺のインクの糧にし、こんにちは、どうもどうも協力者協力者、俺の協力者、よし撃て撃て撃て、まさか後ろからミサイルがやられていったぞ、ファイヤー。これはしんどいんじゃないか、これ全員が敵だからね、うちのチームの。やばい、ミサイル、あ、でも俺らもミサイル撃ち込まれてるけど、これはこれで、これはこれでしんどいんだよな。濡れる場所がどんどん、あ、ごめん、なんか倒し、あ、ファイヤーいる、いてファイヤーここいる、ほら、くらえ、あ死んじゃったこんにちは、あ、あ、当たりに来た、あ、もうごめんごめん、当たんないようにしちゃったんだけど、ここでラクト団子を、ラクト団子をこうやってして、あ、危ない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 、あ、来てくれた、あ、団子、団子しよう、呪われた団子しよう、一緒に、はいありがとうございます。相手チームでも協力してます、今僕は相手と協力しております。マルチミサイルを撃つために、マルミサを撃つために協力している。大丈夫かミサイル持って何やってんだよこれ何やってんだよ塗ってくれてる、塗ってくれてる、塗ってくれてる、はい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 、団子団子、ラフト団子、危な倒しちゃった、ちょっと危ない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 、やばい、ミサイル撃たれた、うおー、いて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 、危ない危ない危ない、ファイヤーに撃って、めちゃくちゃ撃たれてるぞ、ちなみに。ちなみにめちゃくちゃ撃たれてる。うわぁよし、このまま。ちょっと敵陣地塗りに行こう。オッケー、戻れ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 。戻れ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 。危ない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 。危ない危ない危ない。よし、くれ、ミサイルだくれ、やった、ミサイルで倒した、すごい、試合は終わらないで、あのエリアだけ塗り返すっていう、この鬼畜なバトル、ただエリアはナイスあ、危ない危ない、これ塗って、はい、溜まったよ、どこにファイヤーがいる、こっちかな、これかな、いけ行け、ミサイルエリア止めに行かなきゃ、最後止めに行かなきゃ、はいはいはい抜けといた抜けといたこれ多分まだ気づかないんじゃないか、俺9発撃ちました一人で9発、やばいぞ、あ、仲間が786で合計30いったな痛い、はい、よろしくお願いします、竜宮ターミナルのエリアですね、よろしくお願いしますってことで、多分まだ気づいてないんじゃないかなと思って、さっき30発撃ったけど、新ステージのこの竜宮ターミナルで広いじゃないですか、広いからさらに30発以上を彼に打ち込んでいく、1つの丸みさが10発、まあ5から10発だとすると、多分1人で、痛い撃つ前にやられた、やられた、相手チームにやられた、事故が起きた、このラクトの事故、どこに、いた、撃っていこう、はい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 、エリア確保してとりあえず塗って、
危ない危ない、誰かいる誰かいる誰か、危ない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 、誰かいる誰かいる誰かいる、危ない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 、これ敵陣地めちゃくちゃ抜けれるぞ。あそこいる、あそこいる、あそこファイヤーいる。ここにいる、ここにいるぞ、みんなここにいるぞ。ここにいる、ほらほら、発射一人で10発、これが最強。危ない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 、よし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 、後ろから、これ後ろから塗ろう、これ後ろから塗って、あ、相手チーム来てくれた、やられた、普通に普通にやられた今、ここにちょっと塗って、まず襲われてるよ、誰か助けて、よしくれ、ミサイル撃って、オッケー、確保した、確保して続けていく、でもう一回塗って、こう手前にいるのは相手チームか、協力しようか、ここでアマルミサをめっちゃ貯めよう、あぶら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 、よし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 、誰相手、うん、相手びっくりした、ファイヤーどこ行った、ファイヤーいた、あっあぶらあぶらあぶら、戻ってきた戻ってきた、ファイヤー戻ってきた、あぶらあぶら、狙われてる、怒ってる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 、ミサイル打ち込まれまくって怒ってるぞ、あ、こんにちは、あ、相手チームだ、ファイヤーは、あ、この3人のうち誰かだろう、オッケー、打っといたよ、ナイス、ぬれぬれぬれ、チャンスだチャンスだ、ぬれ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 、打ってん、はいはい、溜まった溜まった、来た、ファイヤー来た、うわうわ、逃げてった、うわ一騎打ち、一騎打ちになったぞ今、これ塗ってミサイルもだし、あーすごい味方が倒してる、味方が倒してるよ、どこにいる、来た、いた、見つけた、必ずあのファイヤー倒した、ファイヤー倒したよし、これ塗って、危ない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 、あぶら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 、ここ濡れるな、まだなんとストップ、うわ狙われてる、ここにいるぞ、みんなここに、ここにいるぞ、ここにミサイル、ここだミサイル、俺撃っとくよオッケー撃ったかわいそうかわいそうすぎる今のうち塗って、今のうち塗って、はいはいはい、今のうち塗って、やばいやばい、狙われてる、あ終わったわあ、さっきより減ってる、8発だ、味方増えたかな、味方20、あ、さっきより減っちゃったさっきより減っちゃった、ありがとうございます。今回はファイヤーさんへのドッキリだったんですけど、ちょっとネタバラシを今ここでしていきましょうなんか困惑してないか困惑してるぞ、なんかおかしなことなかったって今聞いてます連絡を入れてもらっております。わからなかったって、わからなかったらしいぞ、わからなかった、必死にじゃあずっとやっていたんだ、これをドッキリとも知らずにどうしたどうした、なんだこれは、なんか何かを表そうとしてるななんか困惑しているこのタコ、はい、どうもラギです。本日はかくれんぼでドッキリを仕掛けていきたいと思います、イエーイ今回どんなドッキリをするかというと、今観戦で見てるキツネさんがいるんですけど、キツネさんに、隠れている人4人を場所を全部連絡して教えてもらいます。うなちゃんが鬼やって、隠れてる人速攻で見つけたら、みんなどんな反応するのかなっていう、鬼畜な、鬼畜なズルドッキリを仕掛けていけたらいいなって思ってます。よろしくお願いします。
はい、ということなので、かくれんぼなので、一回俺は見ないように、金目鯛美術館の、なんか、外側を観察してみてようかなと思ってます。決まりましたか？もういいかい？もういいよー。いい？まだ？まだだよー。まだか。もういいかい？まだよー。なんでずっと待ってるじゃん。いい？もういいよー。はい、行きます。じゃあ動くよー。はい、スタート。早速探していきましょう。どこにいるのか、どこにいるのか、どこかな、どこかな、これは。あ、落ちちゃった。発見！発見いたしました！発見いたしました！さあ、次ですね。次の子探していきたいと思います。はい、ここかな？どこかな？どこかな？どこかな？ねえ。どこにいるのかな？お！出てきた！やったー！さあ、ラストの一人探しに行きましょう。乗れるか？オッケー、乗れたー。どこにいるのでしょうか。あと二人。おい、回線が、あと一人。しょ、ああ早い。一瞬。次のかくれんぼは後ろ向いて待ってたから、そこのなんかよくわかんない提灯の下で、日陰のとこね、最近熱中症にならないように、暑いとこにいると熱中症になっちゃうから、そのならないように日陰とかちゃんと活用して、俺は今ここで待ってる。さっきより広いステージにしたから、次こそしっかり隠れてくれよ。もういいかい？まただよー。まだか。さすがに早すぎるか。もういいかい？あ、じゃあそこは俺が言うセリフだ。もういいかい？まだまだよー。もういいかい？もういいよー。よーし、行くかー。行くぞー。俺はね、得意なんですよ、こういう鬼ごっこが。まず、この感じはもうジグにありませんね。さあ、どこかな、ここかな、ここにいるのかな、下にいるのかな、どこかな、この上とか怪しいな。ここ怪しいね。こことかね、こことか怪しいんじゃないの。ここか、それともここら辺にいんじゃないの。いない、ここはいない。あれ、おかしいな。出てきていいよ。これここら辺隠れてんじゃないの。どこかな。あー、いた。見つけた、鳥に見つけた。さあ、別の子を探そう。あ、どこか。うわっ、どれだ。すごい、見つけた。実はですね、これは僕はカンニングしてます。ドッキリです。これはあなたたちへのドッキリを仕掛けました。手口はですね、感染モードの方に、写真を送ってもらいました。隠れてる場所の写真を送ってもらって、どこにいるのかもう、塗らなくても、わかる状態にしました。動揺してる。この子動揺し、あ、みんな動揺し始めた。ごめんね、なんか、これドッキリだから。ドッキリだから許してもらわないと。ドッキリだからね。ごめんね、なんか、強くて。怒ってる。
ハハハハ。